カム・オ・シャンター除曲作品51は、マルコム・アーノルドが1955年に作曲した演奏海洋除曲。スコットランドの魔女伝説に取材したロバート・バーンズの有名な詩に基づく。スコアに明記された演奏時間はおよそ7分半。題材となったバーンズの詩は1790年秋に書か,かれ翌年、出版された。古物収集家で画家、 辞書編集者でもあったフランシス・グロース・大尉の依頼を受けて廃墟となっていたアロウェー教会にまつわる魔女物語を3編書き上げ、そのうちの1編をタムをシャンターとして完成させたという。内容はシャンター村の農夫であるタムが、ある嵐の夜にエアの街で酒を飲んで浮かれさワイダーと足毛の合羽場メにまたがり帰宅する途中、廃墟であるアロウェー教会に明かりが灯り、 踊りの音楽が聞こえるのに気づく。不思議に思って覗いてみると、内部では悪魔や魔女が踊り狂じていた。その中の若い魔女ラニーが短い下着姿で踊るのに、見とれたタムが歓声を上げたため、悪魔や魔女に追われる羽目となり、ま一発、マギーの瞬足で助かるが、マギーの尻尾は魔女のために抜かれていたというもの。タムをシャンターは、 バーンズの作品中、最も高く評価され、かつ、最も人気が高いものの一つであり、現在も、バーンズの誕生日などで暗唱朗読されている。この作品を題材としてアーノルドは、1955年3月に演奏海洋序曲として、本作を書き上げ、同年8月の BBC プロムスにおいて発表した。初演以来、明快な構成と優れた描写。 豊かな還元楽法により、プロムスの定番として、広く親しまれ、水槽落用にも編曲されている。1955年8月17日、BBC プロムスにおいて、作曲者自身の指揮、ロイヤルフィルハーモニー還元楽団により初演。同じ組み合わせで EMI に録音がなされている。ピッコロ、フルートに、オーボエに、クラリネットに、 ファゴットに、ホルン4、トランペット3、トロンボーン3、チューバ、シンバル、スネアドラム、テナードラム、バスドラム、タムタム、ムチ、チューブラーベル、言語部、ナイワ、死の引用。燃えているかに見えるアロウェイ教会4分の4拍子。弦楽器、クラリネットの持続音の上でピッコロ、続いて、ファゴットにタムを表すのんびりとした電園的な主題が、そうされるが、 トロンボーンのグリッサンド、不気味な弦楽器のトレモロ、タムタムの響きなどが不安感をあおる。8分の6秒子から8分の9秒子。嵐の中、家路を急ぐタムとマギーの姿が描写される。トロンボーンに、タムの主題が出た後、強烈な嵐の描写、ピッコロに、タムの主題、マギーに鞭を振るいせかすタムの描写、トロンボーンに、古いお国の歌を口ずさみ。 妖怪が不意に襲ってこないよう、時に、用心するタムの主題の順に展開し、やがて、燃えているかに見える、アロウェイ教会に到達し、不安感の頂点でタムは内部を覗く。踊り教じる、魔女たち8分の6秒子から4分の2秒子から8分の6秒子から4分の4秒子から4分の2秒子から8分の6秒子。魔法使いや悪魔が踊っている。フランストライのコティオンではない。 ホーンパイプやジグ、ストラススペイやリールなどを、かかとに生命と熱情を込めて、嵐の描写から一転して、バグパイプの響きを模した8分の6秒子で、スコットランド部局が展開される。途中、軽快な4分の2秒子、不気味な4分の4秒子の楽句を挟みながら、切迫感を増していく。4分の4秒ナニーの踊る姿に見とれた、タムはすっかり無我夢中。 思わず大声上げた、うまいぞ、下着の姉ちゃん。途端に、真っ暗闇。マギーにまたがると同時に、地獄の軍団がどっと飛び出した。トロンボーンで、タムの歓声が描写されると、タムと魔女の命をかけた追いかけっこが始まる。マギーに無を振るうタムの描写。追いすがる魔女。逃げるタムと追いすがるナニー8分の9秒子から4分の4秒子ルーン川にかかる。 石橋の真ん中が、この世と異界の境界とされ、それを越えると魔女は追ってくることができない。命からがらタムは助かるが、ナニーが追いついて、境界を越えていなかった、マギーの尻尾は抜かれてしまった。響きは、急速に弱まり、一旦速度を落とした後、全合奏で盛大に終わる。ありがとうございます。